分の1決勝2組目ホイッスルが鳴りました。2組目の1回戦です。予選通過第2位でした望月一生選手。ここまで、上がりタイムも1秒の前半で勝ち上がってまいりました。前に出ましたのが田中克久選手です。岡山工業高校2年生です。この2分の1決勝までは先行策で、勝ち星を挙げてまいりました。2年生ながらも堂々とした走りぶりであります田中選手。その田中が先頭で帰ってまいりまして、得意の先行策に持ち込んでいきます。最終周回に入りました。望月も最終1コーナーで慌ててきたんで出だししておりますが、2コーナーからの向上面の肩を並べて、内側が田中、アウトコース望月、真っ向勝負で読んでいく望月ですが、3コーナーのカーブ両者が肩を並べている。まだ内田中が粘っていると、田中も粘る、望月も粘る、4コーナーから得点9時先頭田中、望月が突っ込んでくる。さあどうか、1着争い、実戦さあどうか、1着争い、決定までお待ちください。スプリント2分の1決勝1回戦、2組目1回戦、ゴール前の争い、田中が粘ったのか、それとも望月が差し飛ばしたかどうか。ありました。勝てば明日の決勝です。スプリント2分の1決勝2組目、2回戦2組目です。走路低いところにおりますのが田中克久、バンク高いところ後方が望月一生です。レース序盤からかなり速いペースで先に望月が仕掛けました。望月がぐっと仕掛けまして、最初の3コーナー4コーナーを回ってラスト1周、最後の鐘となります。望月が一周戦法を振りましょうか。先に仕掛けました。田中がこれを追っていきます。さあ負けられない一戦となりました。1回戦先取したのが田中でしたが、望月が先頭です。最初の3コーナー、その差は縮まりませんか。望月が先頭で3コーナーか2点か。田中は懸命に追っていくんですけれども、じわりじわり詰めてくれば4コーナー、望月が先頭でこのまま後続の田中を振り切って今ゴールイン。望月が残り1周半前あたりから一気に仕掛けまして、今度は田中が先に踏み上げていくのか。しかしながら望月の反応もよく、これを追っていきます。1周目の1コーナーです。田中克久予選7位通過でしたが、ここまで水口決勝まで後続選手を尻目にまんまと2位切り勝ちを収めてまいりました。そして4コーナー回って金が伸びます。さあ今度は望月が先頭に変わりました。望月が先頭です。勝てば決勝の2分の1決勝3回戦目、望月が先頭に変わりました。こうなりますと後ろの田中に展開が向くかどうか。こうなると田中に展開が向くかどうか。3コーナーに入りました。望月がまだ先行、ちょっとスピードが落ちてきたか。田中がかわしにかかるところ、田中がここあたりかわした。4コーナーから直線上に立ってくる。望月をかわして田中が先頭に向かってまいりました。ゴールイン。スプリント2分の1決勝3回戦目、最後は田中が抜け出しました。正式な決定までお待ちください。スプリント2分の1決勝3回戦目、
着は先着は石鹸番号287番田中克久選手、記録が13秒。